めとけ。
なんでここが。名探偵だからだよ。てめえ、いつの間に。純は返してもらうぜ。こんなこともあろうかとな。今日は特別ゲストを呼んでんだ。特別ゲストだ。不動さん、こいつが前に話してた怪盗の野郎です。やっちまってください。なんだこいつ。元近江連合の三次団体武闘白道、不動さん。近江連合が解散して仕事探してたみたいでな、うちで用心棒として雇ったんだ。殺しの不動といえば関西じゃ誰もが震え上がるらしいぜ。カイト、運が悪かったな。いくらてめえが腕が立つと言っても不動さん相手じゃイチコロだぜ。カイトのおっさん、こいつかなり強そうだぜ。大丈夫か。問題ねえ。お前、東上界のヤクザやったらしいな。随分と昔の話だ。今はカムロ町のしがない探偵さ。そんだけお前のせがれか。いや、こいつは。ああ、息子のジュンだ。そうか。なんや知らんけど、こっちも仕事選んどったら飯食えんねん。本気で行かせてもらうで。せがれの前で恥かかされても恨まんこっちゃな。遠慮はいらねえ。かかってこい。怪盗のおっさんだ。おいおい、タフな野郎だな。さすが不動さんだ。おっさんだってこっからが本番だっての。絶対負けねえからな。不動さん、カイトを言うたな。あ、せがれもったな。わしにもこんくらいのせがれがおる。わしの言うことなんざ聞かんけどな、今日はそのガキに免じてここまでにしといたる。あ、なりふり構ってられねえ。カイト、悪いが死んでもらうぜ。俺たちはどうしてもそのガキが必要なんだよ。カイトのおっさん、バス戦で合流だ。何？あ、おい、お前らの狙いは俺だろ。
バカ野郎。やった。おい、帰ろう。あのバカ、無茶しやがって。